大原ゆい子です。大原ゆい子のチルアウトラジオ始まりました。第83回目の放送です。今日7月2日は1年のちょうど真ん中の日なんだそうです。へえ、じゃあ7月2日生まれの人はあれなんですね、真ん中の人なんですね。平成は正午、うるう年は午前0時がちょうど真ん中の時間なんだそうです。あ、そうなんだ。時間まで決まってるってすごいですね。じゃあ本当にさ、うるう年のさ7月2日生まれの午前0時にさパーって生まれた人とかいたら、もう私は365日の真ん中ですみたいなね、名乗って良さそうですね。なんだろう、名前翔太郎みたいなね、なんか名前つけられそうですね。7月2日生まれの知り合いとか皆さんいますか？いるかな？なんかいそうだけど思いつかない。でも7月2日ってなんか、うん、何かいつもある気がするそんな全部同じか。はい、ということで2022年も半分過ぎましたが、早い、一年一年が本当早く感じますね。って去年も一昨年も多分、あ、もう早いとかなんかね、なんとか言ってたと思うんですけど、なんか本当に年取るとどん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 短くなってきますね。だって朝起きてもう気づいたら2時とかじゃないですかね。え、なんか20代の頃はバイトしてて朝、ね、8時ぐらいから働いて、うわ、なんか一生懸命働いてて、もう、え、まだ12時なの？とかね思ってましたもんね。ねえ、5時まで、ね、朝から働いてた時は5時にバイトが終わるんだったんですけど、5時長って思ってましたけど、今なんかあっという間に2時だし、5時なんてそれプラス3時間でしょ、もう何もしないで終わっちゃうじゃんってなんか思っちゃいますけど。そうか、でもあれかもね、なんか、うん、時間の感じ方はバイトだと長く感じるのかもしれない。なんだろうな、ちょっと話しちゃいましたけど、ざっくりこの半年皆さんいかがお過ごしだったですか？お過ごしだったですかってどういう日本語だろう。なんか遠い昔のことみたいに感じるんですけど、高木さん3期が今年1月から始まったってことなので、そうか、この間知り合いのエンジニアさんに会った時に、あれ？明けましておめでとうございますでしたっけ？って言ってて、あ、いや違う違う、そうだよ、なんかね、3月ぐらいに会ったよみたいな話をして、ね、そこら辺の記憶までもちょっとこううっすらね、なくなりつつあるから、高木さんの3期のことを忘れることはないけど、あれがいつだったかっていう時間軸はね、ちょっとどっか行っちゃってるなって思います。そうですね、ありましたね。でもリリーベとかが、そうそう、あのアルバムが発売になるということで、映画の曲と、そう、高木さん3期の曲は一緒になって CD が発売するってことだったので、それもあってちょっとね、なんか CD ね、販売した記憶がないなっていうので、もしかしたら私の中でなんかどっか行っちゃってるのかもしれないです。はい、そろそろ梅雨も終わりそうな天気ですよねって、これはね、多分高木さんが台本を書いていただいてる時はそんな時だったんですけど、そう、梅雨明けました。昨日だったかな、今日だったかに梅雨明け宣言が出ましたね。でも戻り梅雨みたいなので、また雨降るかもっていうのをさっきニュースでやってました。嫌ですね。うん、まあでも暑いじゃないですか、ものすごく。今日も本当にふざけてるのかなってぐらい外が暑くてね、死ぬかと思ったんですけど、そうそう、だってもう帰ってくると、なんかどんどん話またそれちゃうんですけど、帰ってくるたびに私シャワー浴びてますもん。え、皆さんどうしてます？そんなに汗かかないですかね。私異常に汗かくんですよ。なんか異常に汗かくから毎回帰ってきてシャワー浴びてって毎回やってて、ねえ、みんなこんなめんどくさいことしてんのかなと思ったんですけど、ねえ、まだ6月だったのに、雨少ないからちょっとね、農家の方とか大丈夫かなって心配はしてるんですけども、うん、今年は雨少なかった割には2回もカエル見ましたね。そう、2回見た。2回ともちょっと大きめのカエル、ヒキガエルかな、見ましたね。去年同じとこに住んでるのに、去年は1回も見なかった。
今年は2回も見たけど、あれはどこから来てんだろうな。なんか別にそんな森とか周りにあるわけじゃないのに普通にカエルいるからびっくりしましたね。はい、今年の夏にやりたいことはありますか？いろいろありますね。今いろいろあるけど、じゃあ何って言われたらあんま言えないなっていうことが多いな。あの、今だからこそできることたくさんしたいなって思ってます。今年はすごい、あの、今しかできないことをしたいなっていうのをすごくやりたいですあの、成し遂げたら伝えしますね。成し遂げることがあるかどうかっていうことなんですけど、あの、未来の自分が後悔しないように生きたいなっていうのが一番ですね。はい、今年の夏にやりたいこと大きすぎるな。暑くなってきたら聴きたい曲、皆さんありますか？ありますよね、それぞれ。そう、この話題見た時に私、あー夏休みって思ったんですけど、別にそんな聞いたこと、いや、そんな聞いたことないって言ったらおかしいですけど、別にそんなにいつも夏に聴いてるわけじゃないなと思って。はい、なんだろうね、夏に聴きたい曲って難しいけど、やっぱりなんだろうわかんない始まりの夏じゃないですか適当だな。ちなみに来週10日はあのトーク&ライブ、ゴニョゴニョララララその3、始まった夏ですということで、あのお越しくださる方はぜひ気をつけてきてほしいなと思うんですけども、言える範囲で、こんなイベントっていうのは、まあ、ゴニョゴニョラララなので、楽曲制作の裏話などをできたらいいなと思っております。まあ主に私が話すわけじゃないかもしれないですね、もしかしたら。でも私の楽曲のお話をしたいなと思っております。まあ楽曲の話だったり楽曲の話じゃなかったりしたいなと思っております。なのでね、あのツイッターとかでライブ行きたいって書いて、ライブ行こうかなって書いてくれてる人がいて、すごくね不安だったんです。これトーク&ライブだよっていうのを何度かツイッターでもお伝えしているんですけど、こちらはあのワンマンライブほどのそのなんて言うんだろう、ライブに重きを置いてるっていうよりは結構トークもあるよっていうのをちょっと認識して来ていただけたらなと思います。なので本当にあの友達とお茶しに来たぐらいの感覚で、あの見に遊びに来てもらえたらなと思います。あ、もちろん歌も歌うので、はい、そちらも楽しみにしてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。そして今週も大原優子のチルアウトラジオとともに、あなたと寝る前の時間を一緒にまったり過ごしましょう。番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはゆいちる .radio@gmail.com です。メールアドレスのスペルはこの動画の概要欄からもご確認いただけます。そしてツイッターなどで感想をツイートしていただく場合はハッシュタグゆいちるをつけてツイートしてください。それでは今夜もまったりお聞きください。ゆいちる大原ゆい子のチルアウトラジオ、略してゆいちる。さてここからは大原ゆい子の近況をお話しするゆいとぴのコーナーです。今日のゆいとぴはですね、まあいろいろありますけど、今の話をしていいですか？今ねそう、さっきね再配達で14時から16時までの再配達を頼んでたんですけど、1時間半経っても来なくて、で私その再配達頼んでる間トイレも我慢して、もうその場から動かないでね待っていったんですよ。で終わったら、来たらラジオ撮ろうと思ってずっと待ってて、来ないし1時間半ね通り過ぎても来ないから電話したら、あの忘れてましたっていうことで、これから届けに行きますっていうことだったんですけど、いやもうね、私もねそうバイトしてたからすごい大変だってわかるし、この炎天下の中また荷物を持ってきていただくっていうのでね、申し訳ないなと思いつつ、なんだろう、なんかねこうインターホンが押された時にトイレにいる率、あとなんか知らないけどインターホン押された時
めっちゃ手濡れてる率。なんでなんだろう。私の間が悪いんだと思うんですけど。いや、これあるあるじゃないかな。なんか、ずっと待ってて、いや、でもまだ来ない、今来ないだろうって思って、なんかそのタイミングでちょっと出たら来てたみたいなね。なんかね、それをね、すごい感じますね。いや、なんで今来るかな来ないかなとやきもきしているところでラジオを撮っております。ラジオ撮って途中でも来るかもしれないですね。はい、待ちましょうってことで、それは今のゆいとぴなんですけども、何があったかな。あ、そう、先日母の誕生日だったのでサプライズで実家に帰りました。母にはね、言わないでおいて、一応ね、前の日に、あ、ケーキとか買ったっていう、なんか匂わせのね、LINE をしたんですけど、買ってないよって来たから、よし、じゃあ買っていこうと思って買って実家に帰りました。そしたらね、まあ喜んでくれたんですけど、はい、まあ良かったなっていう話と、まあそれは実家に帰ってね、力夫にもね、久しぶりにわさわさして、で、あ、そう、今回はね、力夫結構触ったけど、あんまり犬アレルギーはね出なかった。なんでだろうな。なんかね、すごい反応しちゃう時とね、そんなに反応しない時とありますね。うん、でも大丈夫でした。力夫もめちゃすごいずっと話しかけてくるんです。帰ってきたら、ただいまーって言ってこっそり帰ってきて、なんかずっと高い声で、はぁ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 って、なんか、よそ行きの声でね、ずっとなんかおしゃべりしてくれててね、可愛かったですよ。なんか話したいことたくさんあったんだろうなーと思って、うんうんって聞いてたんですけどね、可愛かったですっていうのと、そう、なんかまあ、久しぶりでもないか。実家に帰るのは別に久しぶりでもなかったかな。前も帰ってるから。でもそれで船橋駅に、そう、久しぶりに行ったら、もう100円均一があるんですよ、船橋駅。私の地元、まあどこにもあるか、100均って。で、まあ、100均どこにでもある100均のギガダイソーっていう結構大きいダイソーがあるんです。あれ今は日本一なのかな。なんかその昔は日本で一番でかいダイソーだったんですよ。何階まであるんだろう。6階かな、地下1階から6階ぐらいまであって、私が小学生の時にできたのかなぐらいにできた、いや違うか、小学生の時じゃないか、もっと前からあるのかな。でも小学生の時からすごいずっと行ってて、昔はね、一番上の階にプリクラがあって、100円で取れるプリクラがあったんですよ。で、まあ小学生だったから、みんなでね、100円ずつ出して何枚も取れるって言って何枚も取ったプリクラがね、未だに実家にありますね。はい、っていう思い出のダイソーに行きまして、地下がなんかね、封鎖されてて入れなかったんですけど、もうね、上から下まで全部回って見てきました。本当に欲しいものがいっぱいありすぎて、もう、あれもこれも欲しいと思って。でもね、一応、なんだっけあれ、キャリーバッグで帰ってたんですけど、キャリーバッグに入る分しかね、物も買えないから、結構我慢したんですけど、本当にキリがないぐらいね、何でも買えちゃうぐらい、本当いい商品がね、たくさん売ってて、もうぜひ、船橋に来て、なんかおすすめできるスポットってそんなに本当にないんですよ、自分の地元で。なんかぜひここ来たらこれ食べてくださいみたいなね、福岡行ったら餃子食べてくださいとか、栃木行ったら餃子食べてくださいみたいなのが、まあ、あるのかもしれないんですけど、ないんですよ。いや、あるのかもしれないんですけどね、すいません、あったらごめんなさい。でもないので、ぜひギガダイソーに行ってみてほしいです。船橋に来たらぜひ皆さんギガダイソーに行ってみてくださいっていうことでした。結局ね、あれ買いました。道明寺梅子の挑戦だっけ、私が前にもね、好きだって言ってたチューイングキャンディーなんですけど、めちゃくちゃ美味しいやつ、あれをね、大人買いしましたね。はい、っていう近況でした。なんかくだらない話しちゃった。あ、そう、あとあれもありましたね、舞台挨拶もありました。はい、
すごい楽しかったです。お越しくださった皆様本当にありがとうございました。ということで、ここで皆さんからいただいたメッセージも紹介していきたいと思います。ラジオネームスージーさんからいただきました。ありがとうございます。劇場版からかい上手の高木さん、舞台挨拶に行ってきました。ありがとうございます。劇中でのゆいこりーの始まりの夏、そして浜坊の花、映画館の大音響で流れた瞬間、自然と涙がこぼれていました。特に浜坊の花が流れるシーンではもう泣きすぎておえつを抑えるので必死でした。個人的にはまさかゆいこりーが舞台挨拶で猫のたえちゃんの話をしてくれるとは思わず、つい涙がこぼれてしまいました。本当に本当に高木さんの楽曲を担当していただきありがとうございました。そしてこれからも高木さんをよろしくお願いしますといただいております。いや、こちらこそありがとうございます。素敵な感想をいただきました。マボの花のシーンね、私も1回目の時はね、すごく冷静に、いや冷静じゃなかったな、あの時は放心状態だったから、なんかね、もうまあ最初のオープニングでタエちゃんが出てきたところで泣いてしまったので、その後ずっと放心状態だったので、浜坊の花のあのシーンのところではちょっとね、泣くっていうかもう放心状態だったんですけど、次に見た時はやっぱり泣きましたね、さすがに。うん、なんかもういろいろ溢れてきちゃって、でタエちゃんの話をしてくれるわとはということで、いや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 、私も一番最初に小豆島に行った時にタエちゃんに会って、でその時はタエちゃんっていう名前を多分まあ聞いてはいたんですけど、そうそう、ギターケースを置いといたら、そこの横になんか猫が寝てるぞと思って、私がギターケースのところに行ったら、あれ、なんか猫が横で寝てると思ったら、そう、なんかね、タエちゃんで、それがで写真撮ったりとかして、全然近づいてもね逃げないですし、すっごいおとなしくて落ち着いた猫ちゃんで、なんかもうすごいオーラを感じて、なんだこのすごい猫ちゃんはって言ったら、なんかね、島の猫ちゃんだっていうのをね、聞いて、うん、で2回目に行く時、去年の秋に行った時に、いや、タエちゃんに会えるかなみたいな話をしていたら、そう、なんかちょうど2週間前ぐらいに亡くなったんだよっていう話を聞いて、あ、そうだったんだ、じゃあもう会えないんだなと思って、すごい、なんて言うんだろうね、なんかね、ちょっとすごく悲しくなって、まあ私も1回しか会ってないけど、あ、もう会えないんだと思っちゃってね。でオープニングの時に、第3期のオープニングをその後見た時に、たえちゃんが私の横で寝ているのを見て、あ、たえちゃんがここにいると思って、すごいね、もうそれでも胸がいっぱいになっちゃったんですけど、まさかそのね、まだ映画見てない人はちょっと今耳を塞いでほしいんですけどね、映画の方でもね、タエちゃんにまた会えるなんてと思って、でね、エンドロールでもね、そう、タエちゃんの名前が出てくるなんてと思ってね、ちょっと本当に監督ね、ありがとうっていう気持ちで見ておりました。これはまあ私ももちろんすごく嬉しいなと思ったんですけど、それよりもやっぱりたくさんタエちゃんのことを知ってる島の人だったりとか、で小豆島に 何度も行ってて、タエちゃんとね、何回も会ってるようなね人だったら、もっともっとすごい嬉しいんじゃないかなって思ったんですけど、舞台挨拶の時にカジさんが赤木監督からタエちゃんがいたからこの映画になったっていう話を聞いて、いや、あ、そうだったんだと思ってね、それもね、本当にもうタエちゃんからつながってこう来てるんだなと思ってね、なんか感慨深かったです。いやーねー、本当にまたね、私もいつか死ぬので、死んだ時にね、タエちゃんにこのお話を持っていけるように、うん、まあ今はね長生きしていつかタエちゃんに伝えたいなと思います。いやーね、曲も聴いてくださって、映画も見に行ってくださってありがとうございます。はい、まだ見てないよって方はぜひ見てみてください。じゃあ次読ませていただきます。ラジオネームりょうさんからいただきました。
ありがとうございます。以前の放送でこの春から始めたことで一人で山を登ることを読んでいただいたのですが、4月から始めた初心者登山も5回目。おお、すごい。少しずつ高い山にチャレンジして、今では標高1000メートルクラスの山に登っています。すごい。なかなかすごいですね。うん。最初は登頂できた時の達成感を喜んでいたのですが、なんとこの副産物として体重が3キロも落ちました。このまま続けて夏には2000メートルの山に登り、体重5キロ減を目指しますといただいております。すごい、りょうさん、すごいじゃないですか。4月からもう5回ってことは、結構ものすごいスパンで山に登っていらっしゃるってことですよね。だって土日、ねえ、まあ、1ヶ月に1回だとしても、うん、やっぱ1ヶ月に何回も行かないと無理ですもんね。すごいな、もう結構ハマっちゃったってことですもんね。いや、いいですね。3キロも体重が落ちたっていうのもいいですね。でもね、夏、まあ夏だから、夏でも山だったら涼しいのかな、わかんないですけど、あの行くまでのね体調とかね、ぜひ気をつけてほしいなと思います。私も最近、何でとは言わないんですけど、まあ、山登りのような、山登りではないけど山登りと同じようなことをしてますね。山登りじゃないですよ、ちなみに。はい、なんで、うん、ちょっといつかこのね体力がついたら私も行きたいなと思います。きっとね、今山登って、まあでもどうだろうな、山登ってヒーヒーすんのかな、ね、ヒーヒーしないように今体力つけてるところなので、そしたら山ね、登りたいと思います。いや、すごいですね。いや、継続は力なりですよ。うん。ありがとうございます。他にもメッセージありがとうございました。引き続き皆さんからのメッセージ、そしてゆいちるをつけてのツイートもお待ちしています。さて、続いてのコーナーは、My favorite returns ということで、こちらのコーナーでは私が最近食べて美味しかったもの、私が作ってみた料理などを写真とともにご紹介させていただきます。今回紹介させていただくのは、ででん、チョコクレープです。こちらはですね、月島にあるユニベルソさんという、ユニベルソさんね、ユニベルソさんにで食べられる、チョコクレープです。で、これはですね、ちょっと名前をね思い出したいんですけど、思い出せなくて今ネットで見てます。あ、出た。これは1番のショコラアンサンブルですね。ビターチョコ、ルビーチョコレート、フランボワーズソースなど14種類の材料を組み合わせた贅沢ショコラのクレープです。ということで、最高でしたよ。めちゃめちゃね、暑い日に食べたんですけど、あの上にチョコレートのね、濃厚なアイスが乗ってて、で、上になんかチョコレートぶっ刺さってて、なんかルビー色のチョコレートが置いてあったりして、もう溶けるのとの勝負だったんですけど、ほんと一瞬でペロッといっちゃいましたが、ずっと食べてる時ね、ニヤニヤしてました。もうだってもう笑いが止まらなかった。美味しいんですもん。私本当にチョコを好きなんですけど、このベリーとのね組み合わせが最高でしたし、一番感動したのが、こう食べてる途中で、結構クレープって、普通のクレープってバナナとチョコだったら、まあ、ずっとバナナとチョコで、最後の方はねチョコだけが溜まってるとかさ、ここの部分生クリームだけとかさ、まあ、入ってるもの大体想像つくし、食べてるし味は変わらないんですけど、これはなんかね、途中でホワイトチョコだったり、なんか違う味のね、なんかチョコレートの破片みたいなのがねこちりばめられてて、この14種類の多分材料っていうのがね中にふんだんに入ってたんで、すんごい美味しかった。最後の最後に、その先っぽの尻尾みたいなところに入ってたチョコレートが結構ビターめだったんですけど、それがたまらなく生地と合ってて美味しかった。いや、びっくりするぐらいニヤニヤして食べてたね、幸せすぎましたよ。美味しかった。で、
あの月島って言ったらもんじゃ焼きじゃないですか。でもんじゃ焼きも食べたかったんですよ。でどっちを先に食べようかなと思って、いやでもやっぱり先にクレープだろうと思って先にクレープ食べて後からもんじゃ焼きを食べました。でクレープで結構お腹いっぱいになったんで、もんじゃ焼き食べれないかなと思ったんですけど、全然食べれましたし、なんならなんかもんじゃ焼きがクレープ食べた後の方が美味しく感じた。あとね、お好み焼きも食べましたけどね。いや全然、これからの常識は甘いもの食べてからしょっぱいものを食べるとしょっぱいものが倍美味しく感じるっていう、なんか常識にしたいぐらい美味しかったですね。はい、なのでぜひ月島でもんじゃ焼きを食べる予定を友達と組んだ方は、先に、ユニベルソさんでチョコレートクレープを食べてからぜひ食べてください。はい、お願いします。いやまあでもチョコレート苦手とかね、甘いの苦手な人はもしかしたらダメかもしれないですけどね、チョコレートが好きで甘いものが好きな人はぜひ食べてみてください。美味しかった、また食べたい。ということで、飯テロいただいてるので読みたいと思います。ラジオネーム星をたどりたいジャイアンさんからいただきました。ありがとうございます。リトルウィッチアカデミアの香里敦子さんの誕生日にみんなでラーメンを食べてきました。外がとても暑かったのでさっぱりしたつけ麺がとても美味しかったです、といただいております。出た香里、これあれですね、あの上映会っていうか舞台挨拶の日ですよね、敦子の誕生日。いやー美味しそう。しばらくねラーメン食べれてないので食べたいですね。いやー食べたい、すごい。そうこれちょっと疑問だったんですけど、これって豚肉生、豚バラ肉蒸してあんのかな、この色で食べれるの大丈夫なんですかね、すいません。いやでも美味しそう、食べたい。毎回ね、行きたいなって思って行ってないから、今年中には行きたいですね、香里さんね。はい、ありがとうございます。美味しそう。やっぱ暑い日はラーメンですよね。わかるな。じゃあ次、ラジオネームプラタナスさんからいただきました。ありがとうございます。渋谷にあるグズマン・イー・ゴメズという店でいただいたブリトーが絶品でした。鶏肉、白米、豆、トマト、レタス、チーズといった具材がメキシコにあるスパイシーなソースと一緒にもちもちのトルティーヤ生地で包まれており、ジャンキーな美味しさが詰まっておりました。グズマン・イー・ゴメズはオーストラリア初のファストカジュアルスタイルのメキシカンダイナーだそうです。おー、じゃああれかな、メキシコのマクドナルドみたいなものかな、日本のすき家みたいなものかなちょっと日本で今想像したんですけど何にも思い浮かばなかった。モスバーガーって日本かな、あれ違うかな。美味しそう。ブリドやばいですね、めちゃくちゃ美味しそう。ちょっと絶対行きたい。これはブリドってなんかブリドを食べに行こうってはならないじゃないですか、あんまりこう日本ではそんなにこうね普及してないというかね、ハンバーガーほどではないといいますか。でも私ティータイタンズ GO っていうアニメがすごい好きで、前も話したと思うんですけど、そのビーストボーイっていうキャラクターがいつもブリドを食べるんですよ。なんだっけあれ、ビーガンのキャラクターで、野菜ブリドをね食べるんですけど、それがねすごいねいつも美味しそうだなと思って見てたんです。いやでもこれめちゃくちゃ美味しそう。白米と鶏肉が入ってるブリドって私初めて見たかもしれない。とかブリドってそういうもんなの、そもそも。なんかもうそのねビーガン用のブリドしか私は知らなかったんで、あそうなんだ、行きたい。ちょっと渋谷ですね、行きたいと思います。ありがとうございます。いいですね、このアルミホイル的な食べ物に、食べ物じゃない、なんか巻物に包まれてるの美味しそう、やばい。ちょっともう今ねちょうど夕飯時なので、これ取り終わったらすぐご飯食べたいと思います。ありがとうございます。引き続き皆さんからの飯テロメールお待ちしています。わ、この音が鳴ったということで、ここからは
大原ゆい子が弾き語りをするコーナー、ゆい子守唄です。大原ゆい子が演奏したい曲、そしてリクエストにもお答えしていこうと思います。今回はリクエストメールを読みたいと思います。ですね、こちらですねこちらですねってすぐ出てこない。ありました。ラジオネームアンドリューさんからリクエストをいただきました。ありがとうございます。アンリさんのオリビアを聴きながらをお願いします。この曲は僕の出会いと別れの曲で、サビのところがとても胸に響いて、聴くとミッフィーグッズを集めていた昔を思い出す曲です、といただいております。あ、なんか前にあれかな、彼女がミッフィーが好きで集めてたって話でしたっけ。ですよね、確か。この曲私もね、すごい歌詞がね、めちゃくちゃ好きで、あのちょっと今歌詞見てないからあれなんですけど、あの時の、あ、そうそうそう、あの疲れ果てたあなたは、そう、疲れ果てたあなたは私の幻を愛したのっていう歌詞があって、そう、なんかね、都合よく急に連絡してきて、別れて連絡してきたけど、もうね、別にそれ私を求めてるんじゃなくてね、私の幻を愛してるだけであなたっていう、なんかその歌詞がすごくなんか、あーと思って、このこれをサビの最後に持ってくるってところでめちゃくちゃグッときましたね。結構こういうのとかね、最後につく曲が結構好きなんですよ。女性っぽい曲が私結構好きなんですけど、なんかもうね、愛は消えたのよ、二度とかけてこないでとかね、私も結構歌詞に なんていうんだろう、そういうことを書きがちだった時があったので、かなりね、これを歌詞見た時に、あ、すごいわかると思って共感しましたね。なんで多分このね、アンドリューさんとね、私の気持ちはちょっとリンクするところがあるのかもしれないですね。うん、なんかね、切なくなりますよ、この曲は。ということで、歌ったことはなかったので、ちょっと初めて歌わせていただきます。それでは聴いてください。アンリさんのオリビアを聴きながら。お気に入りの歌、一人聴いてみるの、オリビアは寂しい心慰めてくれるから、ジャスミンティーは眠り誘う薬、私らしく一日を お送りしたのはアンリさんのオリビアを聴きながらでした。ありがとうございます。こちらのコーナーでは皆さんからのリクエストもお待ちしております。曲名とアーティスト名を書いて、ぜひメールで送ってください。曲に関する思い出などもありましたら書いていただけると嬉しいです。皆さんからのリクエストお待ちしております。大原ゆい子のチルアウトラジオ、そろそろお別れの時間となりました。は
い、最後に大原ゆい子からのお知らせです。劇場版からかい上手の高木さんは現在公開中です。ぜひ劇場で見てみてください。あの特典もねすごく素敵なので、ぜひツイッターでもチェックしてみてください。そして劇場版でも主題歌を担当させていただいております。タイトルは始まりの夏。もう7月に入りましたし、ぜひたくさん聴いてください。そして7月13日にからかい上手の高木さんさんと劇場版からかい上手の高木さんの主題歌を収録したアルバムアイランドメモリーズが発売中です。もうすぐですね。同日発売のからかい上手の高木さんさんと劇場版メモリアルボックスは、高木さんが歌うカバーソングコレクションとアイランドメモリーズ、そして特典としてその2019年に開催されたからかい上手の高木さんクリスマスイブイブイブライブの映像も収録されます。そちらもぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。そしてトーク&ライブゴニョゴニョラララその3、始まった夏は7月10日日曜日、会場はお間違いなく横浜ミントホールです。あの暑いのでぜひ涼しくして、なるべく暑くないように来ていただけたらなと思います。お気をつけてお越しください。そして9月18日日曜日に開催される長野アニエラフェスタに出演させていただきます。会場は長野県駒場公園です。昨ですね、久しぶりに行きます。そして有料コンテンツチラウトクラブもぜひチェックしてみてください。ブログもねちょっとずつアップしておりますので、ぜひぜひです。そしてテレビアニメ無職転生異世界行ったら本気出すテーマソングコレクションも発売中です。こちらもぜひ聴いてみてください。あとはみんなでどーもくんが明日ですね、ちょうど、あ、明日じゃない、今日もやりましたね。毎月第1土曜日今日と明日の朝7時半からも再放送されますので、ぜひご覧ください。あとはオープニングを歌わせていただいている花かっぱも平日毎日放送しております。よろしくお願いします。大原ゆい子の好きな惣菜パン、好きな惣菜パン、今はねめったに食べないですけど、好きなの惣菜パンって何、ちょっと待って、わかんない、チョココロネとかってことですよね。チョココロネは惣菜じゃないもんな、なんだろう、わかんないけど、ピーターパンのカレーパンが好きです。ぜひ船橋に行ったら美味しいものありました、すいません、船橋に行ったらピーターパンのパンで食べてみてください。はい、そんな個人的な告知、すべての情報は私大原ゆい子の公式ホームページをチェックしてみてください。ツイッター、インスタグラムもやっています。いずれも大原ゆい子で検索してみてください。そして番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはyuichiru.radio@gmail.com です。メールアドレスのスペルはこの動画の概要欄からもご確認いただけます。そしてツイッターなどで感想をツイートしていただく場合はハッシュタグゆいちるをつけてツイートしてください。あとはアーカイブなども配信もね、過去の配信も残っておりますので、お好きな時間に何回でもお聞きください。それでは大原ゆい子のチルアウトラジオ、略してゆいちる、また来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は大原ゆい子でした。バイバーイ。